はい、それでは始まりました JCG スターグラフト2シーズン3プレミアリーググループリーグの模様をお届けしております。はい、本日最終戦ですね。前の2試合 TVG、TVP とお届けしましたが、どちらも手に汗握る熱戦で私の声はカラカラでございます。最後まで頑張っていきましょう。それではまずはマップ左上、緑色ですね。緑色のプロトスフグローツ選手、クランファズ所属。対しますはマップ右下、赤のザーグ、バイスラバナ選手、クランで、チーム、プロゲームチームデトネーションに所属。マップは、ワールウィンドでございます。ワールウィンドは息が長くて去年の4月からっていう話をさすがにもう一回やるのはダメですね。こういうね、ゲームの初めに話せることっていうのをね、ある程度ストックしておくというのもキャスターの腕の一つなんでしょう。まあ、それでも一人だと結構大変ですけどね。アルトーシスとテストレス、まあ、テストシスでおなじみですけども、皆さんもご存知、GSL の、英語のキャスターですね。彼らは基本序盤は何の話をしているかというと、ゲームの話をしていることが割と多いです。しかもちょっと昔のゲーム、レトロゲームの話かな。そのあたりの、ね、話をすることが割と多いですね。2人いるとそういうことも可能になったりします。まあ、うん、日本でそれをそのやり方が受け入れられるかどうか分かんないですけど、まあ自分もできればそんな感じ 悪くないなと思ってるけどね。さて、グローツセンスはネクサスファーストですね。それに対して、バイスラムの選手もハッチリファーストなんですね。思い切ったことを、お互いに思い切った内政オーダーを取ってきています。まあ結果的にはオッケーなんですけどね。まあ例えばフォージファーストだった場合、バイスラバナ選手は割とやばい状態になったんじゃないかなと思います。まあゲートウェイスタートを読んだのかな。まあこのマップだしいいかと思ったのかもしれません。偵察運というのもありますからね。さて、お互い内政オーダーを取っての展開ということになりますね。さあ、正面を封鎖していきます。ゲートウェイを先にやりましたね。これはなかなか珍しいですが、まあ、相手が、先ハッチェリーだということで、まあ、無理して急いでフォージ立てなくてもいいかというふうに考えたのかもしれません。バイスラバナ選手はまっすぐサードまで伸ばしてきていますね。そして、サーバネティックスコアで封鎖、まずプローブ、それからゼロットで封鎖をする形なので、まあ安全でしょう。中に入り込まれることはなさそうです。というかザーグはまだ偵察できてませんね。まあここじゃないということだけ分かってるはずで、ここじゃないっていうのもこれで分かるので、まあ結果的には1はこれで分かるということになりそうですね。キャノンも立ってザーゼロットがもう出てくるので、安全ですね。試合はオーソドックス、ごく普通に進んでいます。お、これはこれはなんだ、これは非常に面白いこと。この動きはまあギリ気づいてませんが、もしスターゲートなんて立て、スターゲート、例えばスターゲート等を立てて、トワイライトカウンシル、このオーバーロードがギリ見えてないんですよね。なかなか面白いですね。まあ、ザーグがね、ザーグは基本オーバーロードを中に入れたりして偵察をしますので、この辺に立ててバレるよりはということなんで、おっと気づかれた、キャンセルですね。いやー、バレました。プランが、崩壊してしまったので、スターゲートに向かっています。ちょっとグローツ選手スタートとしてはあまり嬉しいものではないですね。プローブはなんとか逃げ返れそうだ。さて、ちょっと派手な面白いスタートが見えるかなと思ったんですが、バイスラマナ選手、素晴らしい偵察能力ですね。素晴らしい察知能力、何か感じたんですかね。プローブが見えた、ちょっとまだ分かんないですけどね、まあ、単純にオーバーロードの位置を動かそうとしただけかもしれませんけど。さて、スターゲートもうすぐ完成しますので、まあ、フェニックスが出てくるのではないでしょうか。ザーグはまあ、おっと、ボイトレ、急
きなりボイドレーの生産。このタイミングで、うん、素晴らしいですね。やはり偵察が非常に優れています。スパイスラムナ選手、オーバーロードをこのタイミングで入れて、相手が、やめてスターゲートに行ったと。そして生産ボイドレーということまで、把握したのではないでしょうか。おっと、なんとかこのパイロン守りましたね。ここまでして守る価値があったのかは分かりません。ちょっとこのストーカー、ストーカーゼロと失うとまずいとは思うんですが、ザーグリングが前に出ていく。さあここに誰もいないのでちょっと危険ではあるぞ。おっとおっとおっと、誰もいない。さあ中に入ってきてしまった。まあワープゲートが完了したのでそこまで大きくなことにはならないとは思いますけどね。プローブ1段、2段、3段。うんと、ボイドレー攻撃できていない。さあザーグリングが走り回っていく。プローブがまだ落ちる。4ダウン。おい働け。ちょっとこれはダメージを受けすぎなのではないか。ちょっとダメージ受けすぎですね。まあ、でも気持ちは本当によくわかります。アタックで攻撃して出して、こっちでやってろって言われて、その後移動するとこうなりますね。さあ、正面、すでにローチとザーグリングがやってきている。ボイドレーを出しながらサードに行こうというオーダーですが、弱いタイミングを確実に狙ってきました。フォトンオーバーチャージを使いたい。フォトンオーバーチャージを使っていく。さあ、使いました。ボイドレー、ローチに対して滅法強いので、これは、割とうまく返せそうですね。これは完全に返しましたね。さあ、ストーカーがちょっとちゃんとホールドできてないのか。いや、これ隙間があるんですかね。ただ、これもボイドレーでさばいていく。それでも中にかなり入り込まれてしまいました。ボイドレー、それから、マザーシップコア、ゼロットで対処を入れていく。サードベースはさすがに許しちゃいけません。サードベースはさすがに割りたい。ボイドレーがただ向かっているぞ。ローチを一体一体落としていきます。さあこのサードベースを守りきることができればグローズ選手かなりやりやすくなるのではないか。それでも、まだまだ入ってくるザーグリング、ここ封鎖したいですね。大忙しです。大忙しなのでちょっと、思うように操作ができていないのではないでしょうか。ローチはちょっとサードベースを割ることはできませんでしたね。帰っていきます。かなり失いましたが、それでもプローブをかなりの数刈り取ったのではないでしょうか。プローブ 1×18 ですね。さて、バイスラムラ選手はここでようやくレアが完成。アップビルド等は全く入れていませんので、まあ状態としては正直あまりバイスラムラ選手いいとは言えません。今の攻撃はどちらかというと失敗だと思います。サードも割れませんでしたし、プローブに壊滅的な被害を与えられたわけでもないです。52対8、69、まあ多少少ないですけども、ザーグもドローンをある程度削ってプッシュをしていたので、そこまで大きなものではない。バイスラムナ選手サプライでもやはり下回ってますね。フォースベースを取ってきます。プロトス、グローツ選手前に出ていきますかね。思い切って前に出ていくか。コロッサスを生産。アップグレードはプラス1が入っているのみ。それからプラス1アーマーをグローツ選手入れていっています。ザーグは何も入ってません。今ワンワンを入れ始めているところといったところですかね。ハイドラリスクの射程アップが入っているので、すでにハイドラが出てこようとしている。プラス1が入ろうとしているだけです。やはりグローツ選手状態リードと言っても言い過ぎではないでしょう。さあすでにプロトスの軍が前に出てきている。ボイドレーが 1,2,3 体、最悪これはリコールで帰ればいいだけですからね。そこまで痛くも痒くもありません。ハイドラリスクいますが十分ではないか。さあ思い切って当たっていく。どうする。いや、リコールを使う前にマザーシップカーが落ちてしまった。これは痛いが、援軍をここで呼ぶことができます。どうする、呼ぶか、諦めるか。諦めて帰っていきますかね。これ以上は厳しいと踏んだか。まあサードまで悠々回しているわけですし、グローツ選手無理をする必要はないかもしれません。メインベースに何にもない。おろ、ザーグリングが一体何してるんだ。スパイですかね。
まあ、スパイで入ったはいいものの何にもなくて拍子抜けしてるところかもしれません。さてフォースベースを取ってきましたグローズ選手、これはできればバレたくないですね。うまくバレずに進めば、楽に試合を進められるかもしれません。サプライでは30ほどバイスラバラ選手余っていますが、まあコロッサスももう出てきますし、ディフェンダーズアドバンテージを考えればここでザーグリング、それからハイドラリスクのプッシュが決まるかどうかは何とも言えないぞ。さあ完全に壁を作ってきた。これはザーグリングに対しては非常に有効です。ハイドラ引いていく、決め手にかけますね。インフェステーションピットではエネルギーアップの研究を入れているのでインフェスターを混ぜていくことになるのではないでしょうか。ローチは作ってません。ローチは全く作っていません。アップグレードはワンワンがプロトス入っていい。そしておお、シールドのアップグレード、まあボイドレに対してということですかね。シールドのアップグレードを入れていってます。これはなかなか珍しい。ザーグは素直にプラス2のアタックを入れてますが、アーマーのアップグレードはなし。さあサードベースバレ、フォースベースバレました。これは守りたいが少し厳しいか。ザーグリング大量に来ましたのでこれは守れないでしょうね。ボイドレ、いやストーカー、それからボイドレの DPS 非常に高い。ギリか、どうだ、割れないぞ。割れないですね。ザーグリング大量に失いました。これはグローツ選手、フォースベースを守ったのは非常に大きい。ベース4対4ではザーグは若干部が悪うございます。インフェスター8体出てきます。正直、今のザーグ、ハイドラの軍隊で、このコロッサス・ボイドレーと戦おうなんて悪い夢ですので、インフェスターがかなりの仕事をしなければならないが、インフェがいたらなんとかなるかと言われると、それも若干疑問だったりもします。さあ、フォースベースに、攻撃を仕掛けていく。素晴らしいフォースフィールド、インフェスターを刈り取っていきます。引いていく。サプライ的には30近くリードしているんですが、軍の質という問題がありますからね。この軍隊、まあインフェスターが相当いい仕事ができればなんとかといったところかもしれません。さあプロトスはどうする、思い切って当たるか。さあ軍を広げて思い切って当たっていくか、ゴー。さあ素晴らしいフォースフィールドが必要だ。フォースフィールドを入れていく。ハイドレスがうまく当たれない。ボイドレーに対してファンガルグロスを入れていく。ボイドレーがまだまだ残っていますが、とにかくコロッサスが強い。プロトス地上軍ほとんど解けましたが、コロッサスだけは残った。ハイドレリスクは全て落ちた。ここにベースがありますので援軍はかなり呼びやすい。そしてインフェスターだけが残ってしまった。インフェスターだけいても何もできない。しかもエネルギーもありません。ただの芋虫状態。フォースベースもう一度割られてしまうでしょう。ハイドラリスク全て落ちました。ローチを16体生産入れていますがそれでも厳しいのではないでしょうか。ボイドレーが大量に残っています。 GG ですね。勝ったのは、クラウンファズグローツ選手となりました。はい、行きましょう。 JCG スタークラフト2シーズン3プレミアリーググループリーグの模様をお届けしております。さてさて、先ほどはグローツ選手素晴らしい、ディフェンスからの、構成で1勝をもぎ取りました。バイスラバラ選手ね、いい動きをところどころしていたんですが、やはりちょっと軍構成が良くなかったですね。何よりサードが割れなかったのがあまりにも痛かったます。そうですね、インフェスターよりはバイパーだったのかもしれません。ただバイパーとなるとハイブに行かなきゃいけないので、そこのタイムラグがどうかといったところですね。さて選手紹介いきましょう。まずはマップ左上、赤のザーク、バイスラバラ選手。対しますはマップ右下、緑のプロトス、グローズ選手。マップは、ベルシア・ベスティッシュとなります。さて、早めの偵察入れてますね。まあ、ここは2人用マップですから、今回もフォージバストエキスパンドをグローツ選手選択してくることになりそうです。また先ハッチェ、いやさすがにそれはないでしょうね。このマップさすがにこのマップで先ハッチェはあまりにも思い切りすぎています。プールファーストですね。さてプールファーストを見てどういう風に動くか。グローツ選手先にフォージか、あるいは先ネクサスか。プールファーストを見ているので先ネクサスはちょっと怖いかもしれませんが、まあ十分守れるとは思うんですけどね。まあフォージを立てないことを見てみると、おそらく先ネクサスでしょう。
さて、プローブがドローンを邪魔しています。まあこの動き分かってますので、ドローンをすでに2体送りました。プローブどれだけ海を、ちょっとそれはまずいかな。パイロンを落とされてしまいましたね。あまりいい、嬉しくはないです。おっと、先にフォージ行きましたね、やはり。まあ、先プールだったというのも大きいでしょう。さて、バイスナバナ選手、プローブを落としたのでサードベースまで悠々取れます。逆にグローツ選手は相手がサードに行っているのかどうかというのを確認することができませんので、まあできればプローブを1体送りたいですね。おっと、立てないか。まあ、でも特にガス等を取ってるわけではないですね。さあどう動くか。さて、正面はキャノンがもうすぐ立ちます。まあバイスラマラ選手タイミングは全て測っていますので、どうだ、ギリ間に合うんじゃないかこれ。ザーグリング、まあやばい時は多分このプローブが、急いで封鎖をするんでしょうが、どうだこれは。キャノン間に合わないんじゃないか。ただ間に合わなかったとしても、こっちをぐるっと回らないといけないんですよね。例えばこっちの中に入ったとして、まあでもこの辺を回っていけば大丈夫かな。まあギリギリキャノン完成しましたので、バイスラバの選手無理はしませんでしたね。ザーグリング引いていきます。プローブは、見れてない。プローブ見ようとしたんでしょうけどね。まあでもサードを結局取ってはいます。ファイバレティックスコア、これで封鎖がほぼ完成といったところでしょうか。まあ中に入り込まれる心配は今のところはなさそうですね。今回はオーソドックスに試合が進んでいます。先ほどはグローツ選手がなかなか派手な戦略を見せてくれようとしたんですけどね、ちょっと残念ながらうまくいきませんでしたけど、どういうことをするつもりだったのか結構興味がありますね。さて、ゼロットを送りましたね。まあサードがあるかどうかを見たいといったところでしょう。ここにゼロットが向かっています。まあプローブだとね、途中でやられてしまう可能性ありますが、ゼロットは最悪捨てていく覚悟で、相手がサードを取ってるかどうかをちゃんと確認したいということでしょうね。テックは、スターゲート、まあもう今の PVZ はほとんどスターゲートだと思います。まあ、そこでフェニックスを出すのかボイドルを出すのかとかいろいろ違いはありますけどね。さて、ゼロットがやってきてサードベースの有無を確認しました。 OK ということで引いていきますね。帰ります。なんか緑だとライトセーバーみたいでかっこいいですね、このブレード。さあゼロット無事に逃げ帰ることができるかどうか。さあマップコントロール戻っていきます。いい仕事してますね。フェニックスを出しながら、すでにロボティクスファシリティも立っています。ガスはすでにフルで掘っていますね。全、12人で12匹12人12体12個12体12体で掘っている。生産はイモータル、これはイモータルフェニックスの、イモータルフェニックスというか、フェニックスのアリのイモ戦というのもあるんですよ。ちょっとタイミング遅れますけどね、あれの可能性が一つ、あるいは、まあ、早めに拡張したいサードを取るためのイモータルという可能性もありますが、それなら多分まずオブザーバーを出すんですよね。そう考えてもこれは2ベースオールインの可能性が高いのではないでしょうか。間違ったらごめんなさい。スポアクローラーをがっつり立ててきました。全部で4つ。まあ、フェニックスに対して鬱陶しい仕事をされたくないということでしょう。イモータル間髪入れずに2体目も生産しています。2ベースオールインで間違いないでしょう。プローブ全部今46体で動き止めてます。プローブの生産をしていませんので2ベースオールインで間違いありません。さあザーグリングがサードにいます。このザーグリングを落としたいですね。サードを取ってないことができればバレたくない。1体でいい仕事をするかもしれません。モンハンニーソーランポスとかと割と似てるんじゃないだろうか。さてゲートウェイを4つ追加してきました。もう2つぐらい多分追加するんじゃないでしょうか。イモータル3体目が生産入っています。ザーグリングをマップコントロールを取っているザーグリングを少しずつ落としていきます。ここにパイロンがすでに立っている。バイスラマナ選手全く情報がない。まあロボが立ってるなっていうことぐらいですかね。まあでもこれはいい情報ですね。サードがない、これは非常に有力な情報です。イモータル4体目ですか。
イモータル4でいくんですね。さあフェニックスが飛び回ってザーグの視界を奪っていきます。こちらのザーグリングもできれば落としたいですね。さあゲートウェイが徐々に完成しつつあるが、どうもツーベースオールインなんじゃないかということをおそらく、バイスラバの選手も悟りつつあるのではないでしょうか。ザーグリング40体生産、ドローン本来ならもっと伸ばすはずです。54で止めません。54で止めて群を作っているということは相手がツーベースオールインだというふうにおそらく察知しているのではないでしょうか。フェニックスが相手の群量を見ています。さあ前に出てくるセントリーとイモータル、ワープリズムが今出てきています。イモータル4体ですからね。さあ迂闊には当たれない、ただそれはどちらも同じです。でもどっちかというとザーグの方が迂闊には当たれない。ザーグはできれば軍をもっともっと貯めたいですね。クリープが伸びてないんですよね。こことかが埋まってれば全然違うんですけど、あとこことかね。さあフェニックスがもうがっつりザーグの進軍を見ているので、プロトスが当たりたいところで基本的には当たれるでしょうね。さあザーグこの軍、この軍構成ではフォースフィールドエクセレント、素晴らしい、刈り取っていきました。いやーいいフォースフィールドですね。サプライ的には50ほど差がありますが、軍構成で大きな差があります。どう守っていくか、ここでは当たれない、あまりに狭すぎるフォースフィールドを打って、このフォースフィールドはそこまで良くはないかもしれませんね。ただイモータルが一方的に領地を打てるフォースフィールドをガンガン使っていく、使いすぎには注意が必要、ちょっと使いすぎかな、エネルギーがもうあまり残ってないぞ、まだまだ使っていく。さあトンネリングクローズの研究が終わった、バローを入れていくことができま、バローはバロー入ってる、バローは入ってますね、バロー入ってます、バローが入っているので近寄ることができる。オブザーバーは近くにはいない。さあローチが押し打ちをしてイモータルをフォーカスファイアしていく。イモータル1ダウン、イモータル2ダウン、サプライ的には20ほど30ほど差が開いた。イモータル3ダウン、イモータル全て落ちました。さああとはストーカーをローチがさばいていくだけ、アップグレード差も、効いてきたでしょうね、引いていきます。サプライ40ほど差がつきました。さてスツーベースオールインを見事返し、おっとーザーグリング入り込んでしまった。当然坂上に上がっていく。そうですね、まあトンネリングクローズが入っているのでオブザーバーがいないことを見てもフォースフィールド、やっぱでもフォースフィールドやはり少し使いすぎましたね。こう一番最後の最後でなくなってしまいました。まあ、オブザーバーがいないですから、潜られて、バコバコってやられるだけできついのは確かなんですけどね。さて、トランジッションは厳しいです。芋戦からのトランジッションは厳しいです。バイスラバナ選手はここからドローンを、伸ばしています。まあ、自分もプロトスをタームレで遊んで、やっぱ芋戦強かったんで、芋戦何回かやって、やっぱ気持ちいいんですよ。セントリー、フォースフィールドでパパパってできると。ただ、その使いすぎちゃうんですよね、ついつい。なかなか本当に最小の限の、フォースフィールドでというのは難しい。そして鬱陶しいですね、バローを入れたことで、立てられません。パイロン3つタダでくれてやったということになってしまう。これはちょっと厳しいですね、正直。オブザーバーはいらっしゃるんでしょうか。オブザーバー今1体だけいますね。どこ、あれオブザーバーがわからない、あ、いたいた、オブザーバーここでした。さあボイドレーで対応していきますが、まだ建てられません。オブザーバーが来てようやく建てられるかな。ん、はい、サードを取っていきたい。サプライ70ほど差がついてしまいました。さあザーグリングが思い切って当たっていくが、これには当たれないですね。と思ったら後ろから怖いお兄さんたちとその、親玉、親玉っていうかお兄さん1、お兄さん2が来ましたね。鉄砲玉、お兄さん1、お兄さん2の攻撃がサードベースに対して入ろうとしています。さあまずローチが着弾、ローチがネクサスをフォーカスしていく。ボイドレイが対処しようと思ったらもうハイドラがおるやんけということですね。
いや、当たらないか。いや、当たっていきますよね。当然当たっていきます。ボイドレー3体ではこの数のハイドラを捌くことはほぼ不可能でしょう。鉄砲玉が右からやってくる。やられてしまう。さあどうする。坂上には少し上がりづらいか。 FF で削り取られてしまいますからね。バイスラムナ選手もここは無理をしないですか。無理せずまだまだ援軍を呼んでいく。フォースベースを建築完了しています。サイドリスク34体、これはもう絶望的な数と言っても言い過ぎではないでしょう。足アップはまだ入ってないんで割とちんたらちんたら歩いてますけども、まあ全然問題ないですかね。さあフォースフィールドで老地を少数刈り取っていきます。ただ多勢に無勢。このハイドラの数です。フォースフィールドはもう残ってる、5体でちょっと残ってるですいますかね。思い切ってガーディアンシールドを使ってしまった。これは強引に当たっていっても全然勝てちゃうんじゃないでしょうか。コロッサスがいるのでハイドラに対しては強いですが、ハイドラがしっかり押し打ちをしていく、ハイドラの DPS は非常に高い。 GG 勝ったのはバイスラバナ選手。これで 2-1 となりました。失礼、1-1となりました。はい、それでは始まりました JCG スタークラフト2シーズン3プレミアリーグのグループリーグの模様をお届けしております。さて、泣いても笑ってもこれが最後の試合になります。1対 1BO3 の第3セットです。選手紹介いきましょう。まずはマップ右上、緑色のプロトスグローズ選手。対しますはマップ左下、先ほどは、見事な察知能力、軍の構成、ツーベースオーリンを見事返しましたね。赤のザーク、バイスラバナ選手。マップは、ヨンスでございます。ここも新マップですね。そうですね、どんなマップかな。まあファーストベースの中広いですけど PVG ではそこまで関係ないかな。セカンドの入り口は非常に狭いですが、ここに岩があるので、まあでもここを壊して攻めるっていうのは基本的にはあんまりないでしょうね。サードベースをどっちに取るかですが、まあ基本的にはこっちに取ることになるでしょう。サードベースをこっちに取ってここを壊せば、侵入は防げます。もちろんこっちがあるので注意は必要ですけどね。まあここの岩というのはその場合にはディフェンスとして機能しますので、まあこの辺に軍がいれば十分ということになります。ここを塞いでしまえば侵軍侵入路はここだけになりますから、そういう意味でもこちらにマップベースを取るのがやりやすいかな。それでもこっちに取るかもしれませんけどね。ヨンスというのは確か韓国の地名だったと記憶してます。そういう州が確かあるんじゃなかったかな。チームリキッドのマップコンテストで優秀マップとして選ばれたのがこのマップです。他にフロストもそうですね。フロストとヨンスが、チームリキッドのマップコンテストからのラダーマップ採用。もう一個、新マップありますよね。ポーラーナイトですけども、ポーラーナイトはあれは GSL のマップ制作だったはずです。さて今回フォージファーストでした。まあ2人用マップというのもあるんでしょうね。まああるいはもう、いらんことしてきたらキャノンラッシュしてやろうぐらい思ってたかもしれません。プローブはサードをまだ確認はしてませんね。キャノンも立てて、まあ入り込まれることは今回はまずないでしょう。ザーグリング作ってないですかね。スポーニングプールできたんですが、ザーグリングのいる様子はありません。ドローンとクイーンだけ作ってます。まあ相手が何やってるか完全に見てるんで、もう入り込めないとなればザーグリングを早めに作る必要もないということかもしれませんね。失礼、いましたどこにいるか分かんなかった。ぴょん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 。おっと、3回しましたね。お互いがしっかりマップコントロールを取っていきます。バイス選手もしっかり偵察を入れていきますね。まあまだテックストラクチャーを立てる段階ではないです。バイスラマの選手はサードベースには向かわずにガスを先に掘り始めました。今までとはこれは違う動きですね。これは何か悪さをする可能性がありそう。この動き残念ながらグローツ選手は確認できていません。こっちもこっちもですね。
プローブがまだ向かってないですかね。いや、どうだろう、見えたのかな。多分見えてないと思います。この線はなんだ。おっと、ゼロットですね。失礼。ゼロットが、強行偵察を試みるようです。なんとかサードがないことを見せたくないんですが、少し難しいですかね。ザーグリング4体だけでは厳しい。さあ、ベインリングネストが立て始められました。ザーグリング14体生産。これは2ベースのオールインですね。ガス、こんなにいらないかったかもしれません。ちょっと掘りすぎかも。ローチを出すんだったらいるんですけどね。さあ、サードベース。いや、確認させてませんね。状況は変わってない。ザーグリングを鬱陶しく動かすことで、ただストーカーができましたね。ストーカーとゼロットでなんとかサードを見たいところではありますが、大量に作ったザーグリングに囲まれてしまうか。いや、でも大量に作ったザーグリングはできれば見せたくありません。最悪、もう着弾するというタイミングになってしまえば、サードがあるのを確認されようがされてなかろうがどうでもいいっちゃどうでもいいんですよね。さあ、ザーグリングが前に出ていきます。あれ、サードないんだけど、どういうことですか、これは。どう動く？生産は？スターゲート。おおほー、こんなとこにパイロン、サードを取るつもりだったのでしょうか。大量のザーグリングを確認しました。もう見せましたね。見せてます。おっと、ただ、封鎖がされてなかったので、まずすでにザーグリングが入り込んでしまった。ベインリングとか以前の問題です。生産はボイドレイ。ボイドレイが頑張っている。ボイドレイが早く出てくる必要がある。マザシプコアはどこだ？マザシプコアはどこだ？ベインリングが大量に入ってきた。マザシプコアいませんね。いますね。おっと、こんなとこに何してるんだ？さあ、ベインリングがマーカーラインを荒らし回っている。さあ、おっと、それはちょっとあまりにももったいないぞ。ちょっと操作をしてなかったのかもしれませんね。さあ、ザーグリング荒らし回っています。セカンドベースを割ろうとせんところ、まだまだやってくるザーグリング。これは割れるでしょうね。いや、割れないか。諦めたか。ストップポジションにしている。この素晴らしいホールドですね。ホールドにしているので上に上がることができません。まあ、ダメージはありますが、なんとか持ちこたえている。それでもまだまだザーグリングやってくれ。プローブー、ベインがうまく当たれない。いやいやいや、防ぎましたよ。ヒットポイント150。これはバイスラバナ選手としては少し痛いですね。できれば決めたかったですね。ちょっとこのベインリングが変な動きをしてたのが痛かったかな。ネクサス、一旦上に上がろうとした、まあ、この辺のディシジョンメイキングですよね。一旦上に上がろうとしたのが完全に失敗でしたね。まあ、上がれると思ったんでしょうが、プローブがここに待機してました。この時にホールドポジション、多分ストップかホールドか、どちらかわかりませんがにして、ザーグリンが上に上がれないようにしたんですよね。この判断が素晴らしかったですね。さあ、セカンドを守りましたバイスラバナ、グローツ選手。まあ、それでもやはりドローンワーカー数にはかなり差がついてはいます。ついてはいますが、なんとか持ちこたえましたね。さあ、強引にフォージを割っていく。フォージを割った。ネクサスをフォーカスするか。プローブを送るしかない。プローブを戦わせているが、プローブがまだまだ落ちてしまう。でもなんとか防ぎましたね。マーカーは31対48。それでも、バイスラバナ選手が、思いのほか、思うようにマーカーをしっかり伸ばしています。ワープゲートもしかして入ってない？入ってますね。さて、ここからどうするかですね、グローツ選手。まあ、とりあえず守ったんで、ザーグ側はテックをくれてるはずですから、こちらもなんとか前に進みたいところではありますが、ザーグはすでにレアに行って、それからハイドラに進んでいますからね。ハイドラ11体生産。これで正面を突破してやろうという腹かもしれません。ボイドレーはハイドラに対しては戦えますが、そんなにいいユニットではありませんからね。さあ、ボイドレーが前に出ていく。サードベースに攻撃を仕掛けていくつもりかもしれませんね。さあ、ボイドレー2体がサードに向かっていますが、すでにハイドラリスクが出ている。
非常に高い DPS の持ち主です。ハイドラリスク、ボイドレイ程度なら一瞬で落とすでしょう。2体程度ならですね。さあ思い切ってチャージを入れて攻撃をしていくが、ハロー、1体を失いました。いやどうだ、おお、両方とも失ってしまう。これはグローツ選手やはり厳しいか。さあ正面もハイドラリスクでプッシュをしていくのではないでしょうか。ハイドラすでに前進しています。スパイアですね。ハイドラでまあ一旦ダメージ与えて、まあ最悪全部溶けてもいいからやった後、ミュータリス、大量のミュータリスクを着弾させると。ハイドラでプッシュを入れてミュータリスクにトランジション、まあ割とよく見るパターンです。さて正面守りきれるかどうか。フォトオーバーチャージ2発目も打てますね。2発目も打てます。セントリー、フォースフィールドも使う必要があるぞ。ちょっと反応が遅れましたね。フォースフィールドを利用していく必要がある。うーん、強引にネクサスをフォーカス。ハイドラの超 DPS で弱っていたネクサスが、うぅダーン。さあここでようやく割ることに成功しました。プロトス1ベースに落ちてしまった。まあ割と失いましたが問題ないでしょう。この後ミュータリスクが12、3体出て、うん、GG ですかね。ちょっと巻き返しは厳しいですね。さあただこのタイミングで前に出るというのは素晴らしいですね。今ハイドラを失ったタイミングですから、ここで前に出ないとちょっと厳しいと。ただ前線パイロンが立っているわけではないですから、まあリコール頼みということになりますが、すでにハイドラ16体の生産が入っています。ミュータリスク出さずにハイドラ出しましたね。ミュータ出すかなと思ったんですけども、ハイドラの方を出すことを選択したようです。さあ絶望的な量のハイドラ、まあミュータ出させなかったという点ではこの動きはやっぱり良かったのかもしれませんね。グローズ選手に何もしなかったらミュータ出されてミュータ来て終わりでしたからね。ただこの軍に当たり勝てるかと言われると若干というか正直というかめちゃくちゃ疑問ではあります。セントリーのエネルギーはありますが、そのセントリーというかこの中で射程がハイドラの射程は十分長いですからね。イモータルもいないですし、セントリーゼロとボイドレー少数ではハイドラには勝つのは難しい。セントリーフォースフィールドを打っていますが、ハイドラはフォースフィールドの後ろからしっかりダメージを与えていっています。引いていく。それでもここでなんとか決めきろうということでしょうか。ミュータリスクはすでにダメ入っててるかな。いや少数出し始めてますね。フォースフィールドを1個引いています。一瞬で4枚入りましたね。フォースフィールドマイクロ素晴らしいですが、いくらなんでもハイドラが多すぎます。ツーベースでもうなんとかダメージを与えるしかない。ミュータ14体、うーん絶望的な数だ。サプライ60開きました。この14体のミュータリスクはフォースフィールドも気にしません。さあボイドレイがちょっとベースをスナイプするつもりだ。さあベースをスナイプはいけるか。4410、さあベーススナイプ素晴らしい動きですが、ミュータを見た瞬間 GG、 勝ったのはバイスダマナ選手となりました。これで BO3 勝利です。おめでとうございます。